ご視聴ありがとうございます。ウォルと申します。よろしくお願いします。今回はですね、前回の投稿した続きなんですけど、世界最強のフィギュアメーカーさんですね、ホットトイズさん、この、公式のお店が、トイサピエンスっていうのが原宿に あってですね、まあ、知ってますよね。で、ちょいちょいイベントみたいなのをやってるんですよね。それで、今回は映画のハーレークイーンの華麗なる覚醒ですね、これの映画公開記念で DC オールスターズっていう、DC バットマンとかスーパーマンとかのやつですね。で、そのイベントがあったので初日行ってきましたってのを前回投稿したんですけども、ここでちょっと話それるんですけども、ちょっとうざいと思うんですけども、聞いてほしいんですよね。私雨男っていうわけじゃないかと、まあ雨男でもいいんですけども、イベントの雨確率がやばいんですよ。例えば去年の年末の東京コミコンですね、1日目土砂降りで、2日目も土砂降りで、1日目だけは降らない。で、10月にも魂ネーションっていうバンダイのイベントがあったんですけども、これも台風で土砂降りで、7月にワンフェスもあったんですけど、これも朝だけ雨で、今回と同じようなイベントが6月にスパイダーマンのイベントもあったんですけども、これも初日雨で、もう記憶もほとんどないんですけど、そのちょっと前に4月にもアベンジャーズのイベントもあったんですけども、多分これも初日に行ったんですけど、ちょっと調べてみたらやっぱり雨なんですよね。で、今回まさかの雪っていう、最悪ですよね。雨が多すぎて持って帰るのは本当に大変なんですよ。本当に辛いですっていうのを聞いてほしかっただけです。はい、ではそれと話もこの辺にしまして、では今回のイベント戦利品、買ってきたものの紹介になります。一応紹介だけになります。開封とかはまた別の機会にやろうと思います。ではまず最初、ライトボックス、ダークナイトロゴですね。まあ最近だとスターウォーズとかマーベルとかたくさん出てますよね。これの、ダークナイトロゴになります。で、これジョーカーのもあるんですけど、4月発売ってことはまだ売ってなかったんですよね。で、実際は超かっこいいんですよ。なのでぜひ見てみてください。で、お次が、ムービーマスターピーストゥーフェイスですね、 2.0 になります。ちょっと入りきらないですね。まあいいや、何年ぶりですかね。当時さすがにまあトゥーフェイスはいいかなと思ったんですけども、それから長年の間にダークナイトフィギュアってすっごい増えましたよね。で、なので今回せっかくなのでちょっと買ってみました。で、お次がコスベイビーのハーレークイーン、まあこれなんとなく買いました。で、お次がポップになります。ハーレークイーンをなんとなくたくさん買っちゃいました。ポップは集めてるっていうわけじゃないんですけど、まあ、ちょいちょい持ってるんですよね。まあ、ポップ沼にはまらない程度に集めてます。あと誰も知らないと思うんですけども、私一足先にですね、ハーレークイーン映画も見ちゃってたんですよね。で、せっかくなのでポップも5人で揃えたいところだったんですけども、ちょっと全員は出てなかったみたいなんですよね。なのでとりあえずハーレーとこちらオビワンだけ買いました。あとなんとなく一つくらいいいと思いまして、T シャツもこちら買っちゃいました。で、こんな感じで、あとはプレゼントでもらえたキーチェーンがあるんですけども、これが初日入場でもらえるリターンズバットマンです。で、これがムービーマスターピース2体買うともらえるダークナイトのバットマンですね。で、あとポップも5個以上でもらえるっていうこのパジャマハーレー、これももらいました。この3つですね。はい、以上になります。本当はですね、ジョーカーのライトとか、あとフィギュアのパッケージマグネットって最近増えてきたんですけど、それも欲しかったんですけど、4月に発売なんですよね。なのでまた発売したら行きたいと思います。ということで、こんな感じで今日はここまでになります。
とりあえず買ってきたっていう動画になりました。最後までご視聴ありがとうございました。でそのうちですね、また開ける動画とかもやりたいと思いますので、よかったら見に来てください。それでは。